こうやって砂漠を歩くたびに思う。どんなに辛い目にあっても人が生きていけるのは明日はきっといいことがあると信じているから。しかしその明日のもっと先、未来に絶望しかないとしたら、人はどうやって今日を生きればいいのか。世界各地の資源は底をつきつつある。もはや人間は緩やかな死を待つだけだ。こんな世界だからこそ、生き様、いや死に様が問われるのだ。クイーン様、この先が捨てられた町と呼ばれる区域になります。ここにあるんですね。陛下の話していた大いなる力ってものが。私たち考古学者が長い年月をかけて、古の伝承や資料をリサーチしました。必ず今回の調査団を大いなる力へと導いてみせます。ええ、20年前の失敗は無意味ではなかったと。私たちが証明するのよ。周囲一帯を索敵した危険生物が多数だが、敵国の存在はない。そうか。だがここ始まりの砂漠にはもっと厄介な連中がいる。機械人形ですね。あ、そうだ。大いなる力の守護兵とも言われているが、その存在理由は誰も知らない。多くの兵が機械人形との交戦で命を落とした。お前たちも死にたくなければ気を抜くな。もちろんです。クイーン様が隊長として最高の指揮ができるように、この私も全力でお世話をさせてもらいます。私の世話などいい。まずは大いなる力の発見に全力を注ぐのだ。いいな。はい、仰せのままに。大いなる力か。陛下の命令となれば仕方がないが、そんなものが本当に存在するのだろうか。いや、そんなことを考えても意味はない。部下の命を守り、陛下の命令に応える。それが私のやるべきことだ。今を全力で生きる。その先に目指すべき死に様もあるはずだ。ではジェスターは引き続き偵察を、シャロンは本隊とこのまま進む。わかりました。アクセルとミカは危険生物の相当だ。私と一緒に行く。すぐに準備をしてくれ。はい、了解です。
照らし出せ、次。しかし、信じられないな。アクセル、何が？古の伝承によると、俺たちの住む世界は水の星、地球と呼ばれていたそうじゃないか。しかし見ろよ、この光景を。水の星っていうより、ここは砂の星だろ。そうね、信じられないわ。世界は水に恵まれていたなんて。広がり続ける砂漠に人間は打つ手がない。今できることは、自らが生き残るために残された資源を奪い合うのみ。不毛だな。この砂漠のように人間の心も乾いている。みんな前方を見ろ。これは遺跡ですね。大いなる力は遺跡に眠ると言われています。さすがはクイーン様、これはいきなり大手柄ですよ。アクセル、浮かれるな。大いなる力がそんな簡単なものならば、どうに誰かが手に入れているはずだ。はい、そうですね、すみません。もう少しは落ち着いてよ。あなたは副隊長なんだ。副隊長だからこそ隊長を喜ばせたいのだ。それのどこが悪い？はあ、困ったもんね。あなたのクイーン少佐への心酔っぷりは。古の伝承によると、大いなる力はこの世界を救ってくれる代物らしいが、そんな都合にいいものが本当にあるのだろうか。いや、それを疑っても始まらない。大いなる力の存在は人々のかすかな希望になっている。私たちはその希望を支えるために戦うしかない。それが兵士としての務めなのだ。さあみんな、遺跡に向かって慎重に進むぞ。
練終了だ。炎よ。ふっふっふっ。照らし出せ炎よ。